あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで手紙が届いとるな。お、4通、全部プレゼント付きやん。しずえより、お、しずえさん、あゆな村長へ。私の大切なあゆな村長のためにバレンタインデーのお菓子を作ってみました。よかったらおやつタイムにでも食べてくださいね。あなたの秘書、しずえより。おー、嬉しい。バレンタイン、やったね。女なんだけど。まあまあまあ、最近友チョコとかあるもんね。ストレッチ不足、あゆな。今日は大切な人に思いを伝える日らしいぞ。おいら必死に考えて、感謝を伝えるのはお前しかいないって気づいたんだ。ありがとうな。減量中、チャス。おー、なんか告白された。フェンディ。おー、なんか結構な数だな。クールなアイナへ。部屋の雰囲気って大事にする方かい？あんたにイメージぴったりの壁紙を見つけたんだ。今度模様替えするときに試しちゃいなよ。ウェンディーだよ。私クールなのか？てかこれはバレンタインすでに関係ないんだ。なるほど。母より、アイナへ。父さんに今年も送るチョコレート、使う素材にこだわってます。一鉢あげます。母より。一鉢？一鉢って何？チョコレートじゃないの？鉢植え？ちょっと待ってね。じゃあ、しずえさん。間違えた。読むじゃない。しずえさんからのバレンタインは。そして、チャスからのもバレンタインやったよね。ウェンディだけ違うんだな。クールな壁紙ってどんなんやろ。ほい。ってことで、まずしずえさん。おー、チョコレートケーキ。やったね。嬉しい。めっちゃ嬉しい。紫のバラ。おう。へえ。なに、バラの花を送るとか、チャスキザだろ。キザだろ。は、え？廃墟の壁？え、お前なんかは、お前なんかは廃墟に住んどけってことっすか。怖いわ、ウェンディ。カカオ。カカオ？一鉢、カカオ？なるほど、カカオからチョコレートを作れということかな。なるほどね。あ、なんか穴を掘ってしまった。なるほどね。紫のバラ。いいね、いいね。植えよ、植えよ。4号さんがさっきからうろうろしてるのがすごく気になるんだ。おぉ。あ、あゆな。おぉ、そりゃ。で、何の用だい？おしゃべりしよう。うちさ、最近家でまったりすることにハマってるんだ。家具とかもいろいろ工夫したりして。自家製癒しスポットって感じ。まあね、自分の家が一番落ち着くよね。だからね、今度うちに遊びにおいで。まったりおそわけするよ。んー、じゃあお邪魔します。よしよし。そんじゃあ時間はどうしよう。うちは今日の1時以降ならいつでもいいけど。なるほど、じゃあこれで1時でいいよ。よし、決まりだね。そんじゃあ昼1時ちょうどにうちで待ってるよ。そりゃ昼1時ちょうどに。おまわりさん、何か変わったことは？アイラ殿、こんにちはであります。ところで本館に何かご用でありますか？変わったことは？特に変わったことはなく、今日も平和のアイナ村であります。ございますって言った。どんだけ丁寧だ。ん？バレンタインとは、ただ単にプレゼントが届くだけ。お？プレゼントが届くだけで、おお、皆さんのご協力でこの度、あゆな村にカフェがオープンしました。皆さんに憩いの場としてお楽しみいただけますように。やった。カフェ、カフェ、カフェ。この辺に、お、思ったよりでかかった。おー、すごいすごい。できたよ、喫茶店。喫茶ハトノス、24時間営業。よいしょ。いいね、おしゃれだね。お、広い、広い。広いよ。すごい、ほら。座ったらなんかさ、マスターが出てきてさ、注文取ってくれるとかないかな。マガジンラックもある。あー、すごいね。ねえ、マスター。話せない。あっちからしか話せんとか？座ったらいいんかな。コーヒー、一杯200ベルですから。お願いします。かしこまりました。私実際はコーヒー飲めないからね。おー、すごい、動きが滑らかだ。選べないんだね、なんか、種類とか。
お待たせしました。まあ種類わかんないけど。当店自慢のコーヒーでございます。さあ、召し上がれ。いただきます。ちょっと冷まそうか。熱そう。え、なに？あの、そういうのはちょっと困ります。なんでだ？ちょっと冷ます。あの、そういうのはちょっと困ります。困られるんだ。じゃあいただくよ。なにそれ？やけどするじゃん。お。なにそれ？どやって感じ。あー、香りと味わいが体に染み渡るー。コーヒーのうまさが損なわれるからやめてくれってこと？知らんがな。ありがとうございました。それはお客さんそれぞれのこだわりでいいんじゃないのかね。そのうちあれかな、あの R パーカーズとかさ、お R パーカーズとかさ、あの商店街の中の店みたいにさ、中にキャラクターがおってコーヒーを飲みよるようになるんかな。ウェンディ何してんの。あ、ユナ。おーすだポテ。ところで、うちに何の用？世間話でも。ウェンディはね、きっと私のことを恨んでるからね。廃墟の壁とかくれるぐらいだから。ねえ、いきなりだけどさ、白いソファーの代わりに置くとしたら何がいいと思う？実は今、部屋の模様替えを考えてるんだけど、白いソファーを同じくらいのサイズの家具と交換しようと思ってるんだ。種類は何でもいいから、いいのあったら紹介しておくれよ、タパテ。私今は、カカオ持ってるけど。カカオじゃダメだな。カカオじゃダメだな。ちょっと待ってね。あ、てかさっきの紫のバラこの辺に植えとこ。よいしょ。人からもらったものを人の庭に埋めるっていうね。意味のわからないことをしてるけど。白いソファーの代わり。何がいいかな？白いソファー。ソファーでしょ？ってことは、トリプルクリスマスチェア。ちょうど良さげなものが見つからないんだけど、干支の置物、勇ましい名画、ツートンベッド。ツートンベッドあげよう。え、多分同じぐらいでしょ？横幅とか。違うかな？まあ、とりあえず、このツートンベッドをウェンディにちょっとお届けしに。お、チャス。ありがとね、バラ。おー、アイナ、好天気がいいと浮かれちゃうよな、イシシ。そうそう、オイラになんか用？おしゃべりしよう。オイラ、ジョギングの後はカフェでコーヒー飲んで帰るんだ。お、早速、マジで？店のマスターがオイラの好みを覚えててくれてさ、そういうのってちょっと嬉しいよな、イシシ。なるほど、さすがマスター。そういうのがやっぱりお客の心をつかむんだな。早速、会話の中に出てきたよ、カフェ。あ、向こう側に渡ってる。へい。日が高くなってきたな。さすがのうちも、もう眠くないよ、タポテ。ところで、うちに何のよ？てか、まあ今昼だしね。こんなのどう？あ、ツートンベッド、これだこれ。はい、あげる。ほい。ちょっと大きすぎるかな。あ、でかかった、マジで。うちが探してるのは白いソファーと同じサイズの家具なんだよ。どれぐらいの大きさかわかんねえんだけど。まあ、後でいいかな。みんなは何をしてるんだろうか、今。お、てっちゃんいるじゃん。てっちゃん、てっちゃん。なになに？なんかウキウキしてるね。お前の持ってる廃墟の壁、オイラずーっと欲しかったんだよ。マジで？私これいらないからあげるよ。頼む、オイラの黄色タータンの服と交換してくれないか？は。いいよいいよ、あげるあげる。よっしゃ、それじゃあ交換だ。は。へい。お、ありがとう。サンキュー、アイナ。また交換しような。は。ってことはそのうち、てっちゃんの家に行ったらちょっと薄気味悪い廃墟の壁になってたりするんだろうか。黄色タータンの服。お、かわいい。
てっちゃんには似合わないな、こんな服は。いい感じだね。なんで持ち歩いてたんだろう。今日もキャンプ場には誰もいない。くるみんは家にいるの？いないな。うわー、待って、なんてこと、ぐるみん仕掛けたな。ふぅー、助かった。もう誰だよ、あんなとこに掘るの。てか、なんか前にキャンプ場の住人とかってさ、村に10人人がおったら来てくれないみたいなこと言われたんやけど、なんかさ、今9人しかおらんくない？気のせいかな。なんで来てくれんかったんやろ。ただ単に嫌がられただけみたいな感じ。ショックやわ、私。てか、新しい公共授業をしようかな。しずえさん、しずえさん、バレンタインありがとね。仕事頑張るよ。あ、村長、今日は村長にお仕事のお願いがあります。公共事業で進めていたカフェの完成を記念して、お祝いの式典を開きたいので、代表としてご出席ください。ほいほい、オッケー。てか、もうすでに飲んじゃったんだけど。ありがとうございます。では、もう手配はしてありますので、会場へ向かいましょう。さて、それでは。ただいまより、カフェの完成記念式典を開催いたします。司会進行は私、静江が行わさせていただきます。パチ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 ー。マスターって全然表情読めんよね。ありがとうございます。では、次に村長より祝状を頂戴いたします。アイラ村長、何か一言お願いいたします。めでたいね。ほわーん。本当にその通りですね。村長ありがとうございました。では最後にアレのご用意をお願いいたします。ささっ。公共事業の完成を祝い、合わせて今後のアイナ村のますますの発展を願いまして。よーパーン。イエーイ。いつもこれ後片付け誰がしようんやろ。ではこれにてカフェ完成記念式典を終わらせていただきます。本日はお忙しい中、ご出席ありがとうございました。ねえ、だって本当ならこの辺紙吹雪だらけのはずやろ。お、ダルマン今日初めて会ったね。おはよう世界。どうでこの天気。お天道様がニコニコしてるぜ。石石。で、どうした？世間話でも。なあなあ、アユな。使いっ走りさせて悪いんだが、梨を持ってきてくんねえかな。うん、悪いな。アイナ村の木になってるフルーツだから難しい話じゃねえだろ。難しくないなら自分でやれよ。自分で取ってこいってのは梨だぜ。どうだい、頼まれてくれよ。梨だけにってこと？いいよいいよ、別に。よっしゃ、そんじゃよろしく頼むぜ。へん、押してやった。梨は私の家の周りにしか生えてなかったんかな。どこだ。あ、これだこれこれ。自分で揺さぶって取れよな。なんか動物ってさ、自分でさ、木を揺すりよるときとかあるけど、何も落ちてこずにヒューってなっとるときばっかなんやけど、なんなんやろ。おはよう世界、石石。で、どうした？これ食べる？よ、待ってたぜ。はい、梨。決定。この時を待っていたぜ。そんなに？うひょー、やっぱ梨の味は格別だな。それは思う。私もね、果物の中で一番好きだからね。俺は大満足だぜ、石石。俺のわがままな願いを叶えてくれたお礼をしなくちゃならねえな。このパイプなランプを、パイプなランプを受け取ってくれ、石石。ありがとう。俺のわがままな願いを叶えてくれてありがとな。ほいほい。このパイプなランプは、でかいのかな、ウェンディー。ふふん、よく合うね。あんたの顔が忘れられなくなりそうだ、タポテ。よく合わなくても村長の顔忘れるんじゃないよ。それはそうと、うちに何か用事かい？持ってきたよ。うん、いっぱいある。パイプのランプとツートンベッドとカカオ。あ、そっか、カカオもあったのか。これは、小さすぎかな。ほい。ちょっと小さすぎるかな。わがままか。うちが探してるのは白いソファーと同じサイズの家具なんだよ。わかったよ。人には廃墟の壁を押し付けといてさ、
なんだなんだ自分はわがままばっかり言っちゃって、もうちょっとみぞれちゃんを見習いなさいな。っていうみぞれちゃんはいないんだけども、とりあえず次のを。はい、静江さん仕事をするよ仕事を。はい、アイラ村長、何かお手伝いできることはございますか？公共事業。公共事業のお仕事ですね。今回は何をなさいますか？新しい事業。こちらが村民の皆さんからのリクエストになります。どうしよっかな、今回。ベンチもあるやろ？ベンチあるよね。井戸もあって、噴水もあって、時計もある。街灯。レトロな街灯。レトロすぎるだろ、やだ。こっちの街灯がいい。和風は？和風。ちょ。和風な街灯。いやー違うな。松明。いや違う。ドラクエで使いそう。手押しポンプ、釣り金。かっこいい。って何す？なんかよくさ、お花畑みたいな感じのにしとったよね。夢見の館の中で。消火栓信号機。信号機って言ってもな、どっからどこに渡るんだ？丸い標識。スタジアムのライト。風力発電。街灯かな？じゃあちょい街灯作ろう。街灯の公共事業に取り組みますか？ほい、やるやる。かしこまりました。ではこれから早速建設する場所を探しに行きましょう。ではアイラ村長、街灯を作る場所へ案内お願いします。こういうのさ、ベンチのすぐ横に欲しいんだけどさ、多分それはダメって言われるんかな。この辺りにせん？間違えた。静江さん、この辺りはどうでしょう？はい村長、街灯を作る場所はこの辺りでよろしいですか？うん、ここはどう？そうですね、はい、ここならバッチリだと思います。どんな感じ？完成した後のイメージはこんな感じでしょうか？あ、いいんじゃない？もうちょっと手前の方がいいかな。どうですか？ここに決めちゃいますか？じゃあちょっともうちょっと手前にするね。これは私が立っとる場所になるんか。あら、お気に召しませんでした？では他に良い場所を見つけたら声をかけてくださいね。この辺は変わる？はい村長、街灯を作る場所はこの辺りでよろしいですか？うん、ここは？そうですね、ここはすぐ近くに公園のベンチがあるので、スペース的に作るのが難しそうです。え、数センチ動いたからって何が変わるんだ？今回は街灯を作りますので、今村長が立っている位置から左右に1ずつ、奥に2ぐらいの空き地があれば OK です。ただし他の建物や設備と隣り合うような場合は、もう少し余裕を見ていただいた方が良いと思います。ってことは、間違えた。ここら辺なら大丈夫？はい村長、街灯を作る場所はこの辺りでよろしいですか？うんうん、そうですね、はい、ここならバッチリだと思います。完成した後のイメージはこんな感じでしょうか？まあまあまあ、これが限界ってことかな。どうですか？ここに決めちゃいますか？じゃあこれで。わかりました。では早速工事の手配をしますね。はい、お待たせしました。こちらが街灯を作るためのカンパを集めてくれる埴輪くんです。寄付が集まって、ここに街灯が完成する日が待ち遠しいですね。では私は役場に戻ります。あ、村長はわざわざお戻りいただかなくて大丈夫ですよ。それじゃあお先に失礼します。これ一回でできるんやない？お金ちょっと見てなかったけど。こんにちはでございまひ。ただいま、街灯を作るための募金をしておりまひ。目標の 39,800 ベルに向けて、ほらほら。現在0ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと 39,800 ベル。1ベルから受け付けておりまひので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。いけるやん。今11万あるし。ってことで、39,800 ベル。へい。おかげさまで目標の 39,800 ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。やったー！
募金が目標の金額になった。やったね。これでおしゃれな街灯ができる。次は何がいいかな。釣り鐘、釣り鐘、消火栓、風力家電、それぐらいかな。なんで今回はカフェ、博物館の中じゃないんやろうね。普通に外に独立しとるよ。しかも商店街の中でもないっていう。へい、師匠。おっと、今日はまだオープンしてないよ。こんな時間にどうしたの？差し入れです。え、そうなの？嬉しいな。何を持ってきてくれたのかな？これ。あ、ケーキもできるんよね。お、何かな？でも私は梨をあげる。梨か。早速いただきまーす。ふぅ、満足。いやー、ありがとね。僕も何かお礼しないとね。そうだなー。じゃあ今日はあのネタを見てもらおうかな。よし、じゃあちょっと準備するから楽しみに待っててね。何のネタだ？ワクワク。はい、どうもどうも、師匠でございます。あ、何のネタ？じゃんじゃんじゃん。あのね、この間コロッケカレーを食べたんだけど、そのコロッケカレーコロッケだったの。ん？コロッケカレーじゃなくてカレーコロッケだった。どうだった？このあなネタを見せるのは初めてだったと思うんだけど、何があなの？君もこれでまた持ちネタ増えちゃったね。ネタ帳からじゃんじゃんあして芸を磨いていってちょうだい。あ、これだ。ピコーン。目が点になった。もうメガテンって聞いたらさ、所さんのメガテンしか思い浮かばないわ。はい、ってことでそろそろ1時になったんで、4号さんの家にお邪魔しようか。よいしょ。どうも4号さん。いらっしゃい。待ってたよ、そりゃ。あ、ほんとだ。パインのベッド置いてある。てかすごいね。ちゃんと音楽もさ、戦隊ものの音楽かかってんだ。戦隊ものかどうかわかんないけど。ケケハリウッドが流れている。全然戦隊ものじゃねえわ。ハリウッド。でもなんかそれっぽいじゃん。4号さんっぽいじゃん。すごい。なに、数字系がやっぱ好きなの。これはわかるよ。4って書いとるけん。あ、4号さんやな、みたいな。これはさ、2じゃん。2号さんじゃないの。でもってほら、このランプも4番。これランプつけたりとかできんのか。これつけっぱなしやん。今日はね、いつもよりも念入りに掃除してあるんだ。そりゃ。これってさ、この壁紙ってあれじゃない？私がハッピーホームデザイナーの都会的な家みたいな。それで使った壁紙じゃないんかな。てかこれ、ダブルじゃん、ベッド。やっぱ大きいけんそれぐらいいるってことかな。まあちょっとね、女の子に対して失礼だけど。いらないものは持たない主義だな。あ、奥の方から水玉のテレビが出てきた。え？ちょっとあゆな、そういう場所は一言断ってから開けるもんだよ。その水玉のテレビ欲しいのかい？いや、いいよいいよ。私水玉のテレビ持ってるもん。まあそうだろうね、そりゃ。テレビをタンスの中にしまってるのか、さすがだな。何がさすがかは分からんけど。ん？あれ時計面白いね。1時5分ってことあれで。前にアザラクさんにさ、たまにタンスの中とか調べてたらいいことあるかもよ、みたいな言われたけんさ。まあでもさ、ドラクエとか RPG 系のゲームしよったらさ、開けるのが普通な感じやもんね、もう。うちさ、つい最近まで間接照明ってなんかの必殺技かと思ってた。どういうことだ。だってインテリア上級者しか使うことを許されてないっぽいし、名前もプロレスの技みたいじゃん。そうか？プロレスの技。そうか？んなことないと思うけど。まあインテリア上級者しか使うこと許されてないことはないんだけど、使い方がわかんないよね、正直。これって何回調べても同じなんかな。引き出し。いらないものは持たない主義だな。あ、僕の方から水玉のテレビが出てきた。やっぱ一緒か。
一緒っぽい。ちょっとアイナ、そういう場所は一言断ってから開けるもんだよ。その水玉のテレビ欲しいのかい？欲しいにしてみようか。ちょっといいよ、持ってって。そりゃやった、テレビもらった。水玉のテレビをもらっちゃった。イエーイ。どういう風にしまい込んどんのかが気になるけど。ふふふ、どうだい、うちにある家具は全部ピカピカだろう。興味のあるものがあったら言ってごらんよ。物によっちゃ取引してあげるからね。物によっちゃ取引、いやー特にないかな。確かにあんたの好きそうなものはないかもね。そりゃ、私こんな乙女チックなベッドとかもあれだし、めっちゃ寝てるけどいい？このまま目をつぶって寝そうだよ。てかこういうのとかできたりとかできんのかな、動くだけなんか。やっぱ鍛えたりとかしようかな。お、うちさつい最近まで間接照明ってなんかの必殺技かと思ってた。この真ん中のさ、4っていうランプも間接照明に入るんかな。それは違うか。どういうのが間接照明だ、わからない。私もそんなおしゃれ上級者じゃないからわからない。とりあえずじゃあこれぐらいで失礼します。おや、帰るのかい、そんなに急がなくてもいいのに。ねえ、うちの家の家具どうだった、アイナ先生の評価を聞かせてよ。んー、最高ってしとこう。え？へへへ、なんだい、褒めたって何も出ないよ。でもサンキュー、掃除した甲斐があったよ。今日は付き合わせちゃって悪かったね。そんじゃあまた。そりゃ、いやー正直そんなにまとまりがあるような感じではないけれど、まあそれでもやっぱり付き合い的に言うよね、最高って。ほんで、あのさ、水溜りテレビってあれと一緒でしょ。でもってね、あのウェンディにあげるものがまだちょっと用意できてないんだよね。暖炉、バルーンランプ、ツートンローテーブル。ツートンローテーブルぐらいじゃない？でかさ。多分ソファーと同じぐらいでしょ、横幅とか幅ね。じゃあちょっとこれをウェンディに。ウェンディどこだ、家の方にいるのか。ウェンディ、ウェンディ、いや全くいないけど。ウェンディ、ウェンディ、あ、いた、いたよ。よく会うね、あんたの家具忘れられなくなりそうだ。ダポテ、忘れられてたまるかよ。で、何の用だい、この家具いかが。はい、ツートンローテーブル、これあげる。ツートンローテーブル、いいじゃんいいじゃん、これならしっくりいきそうだ。家に帰ったら早速飾ってみるよ。そんじゃ今回のお礼をあげるね。今回のって、これ受け取って。ほいほい、ありがとう。へへへ、バーベキューグリルだよ。いろいろありがとね、タポテ。バーベキューグリル、いいねいいね。結構高いんじゃない、買ったら。リアルでの話だけどね、この世界で買ったらどれぐらいかわかんないけど。ま、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。みんな結構ね、物々交換とかで部屋のまとまりがなくなってるから微妙な感じなんだよね。